はい、というわけで、天眼山行きます。天眼山とは、どうやって行きましたかね。天眼山ってマジどこだっけ？これっぽくね？あ、これか。どっから行こうかしらね。ハークトシティから行くひょん。はい、到着。天眼山へ向かいたいと思います。お疲れお疲れ。はい、天眼山へ久しぶりに来たと思います。あ、ビーパーちゃんありがとうな。銀河団じゃね。ウェイス、ここから天眼山の頂上に行けないじゃない。あれ、ハクタイシティじゃなくて安ヶシティの近くから登れって言われてて、おい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 、よすが、こっから行かなきゃいけないわけ。くそ、上弱してもうたがな。というわけで仕切り直し。よすがっちのこっち側から行くひょ。仕切り直し、天眼山行きます。ウェイス、あ、イツクニじゃね。ガチめにイツクニじゃね。久しぶり。イツクニかかってこいや、天眼山行くぜ。ん、どうやって行ったらいいんだ。天眼山むずくない。ボールだけは取っとこう。あれ、あったぞ。タオリ？おいおいと。わかりました。これですね。ロックカットさせていただきます。誰が手伝ってくれるのかしら。ロッククライムでた。あんた、ええやつするやろ。はい、失礼します。あはん、かわいかったね。今一瞬スタート。はい、お疲れ様です。どうもどうも。はい、失礼します。あそこ降りたら最悪なことになるからね。はーい。はい、失礼します。おい、いいよ、どんどん上がってるよ。お、下見とく？下見とく。なるほどね。面白い女。はい、上がります。ウェイ！はい、お疲れ様でした。ウェイス！はい、お疲れ様でした。お、外出る感じ？来たんじゃね、そろそろ。ラッククライムいっちゃいまーす。ありがとう、いつも。はい、まあ入ってみるか。はい、失礼します。レッツゴー。どうしたらいいの。お、上に、あ、なんかいっぱい落ちてんね。マジありがとうな。あー、滝登りなんか持ってたっけ。滝登りとかないよね。出たよ、マジ。鳥居はこっからの道はあかんと。はあ、どうしたらいいの。あ、わざわざ草むら通らなくてよかったんじゃね。頼む、登れてに。よっしゃ、おてちむ。どう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 。おいーす、出たー。はい、失礼します。行くよ。どっちがいいの。うん、あ、なんか外に行けるところがあるけど、どうなんでしょうね、これは。出たけど、うわ、中に入れるっぽいけど、なんかこっちにも、あっちこっち、いろいろあるね。もらっとこ。お、もう、あっちに降りれない。あ、不思議な雨じゃん。ひゃっほ、えい。おいーす。失礼します。なんだこの道は。とりあえず手当たり次第入っていくか。おー、登れる。うお、登れ、ウェイ。はい、せんじゃない、どうも。どんどん上がっていくぜ、ウェイス。やばいな、どんどん人増えてきた。ひゃーん、どん、来たっぽくね。いるよね、いろいろ。いっぱいいるんだけど。ちょっと通っていい？ああ、バレたか。これからすごいことが起きるらしい。邪魔をするなと言っても邪魔をするのだろう。
だから我々は二人がかりで暴れてるからです。今までの下っ端とは違う形でよろしくお願いしますよ。強いやつでお願いしますよ。おいおいと。あ、いいね、この2匹。はい、行くよ。行くぜ。さあ、いいんじゃないですか。誘爆キモくね。やだわ、誘爆。ドリルクジラシ、イエス、イエスイエス、神、オッケーオッケー。一番下へチャーチルダウン、ああ、これで子供にしてやられるだなんて、へいへい。回復させて、我々にはかなわない。通してやるから、この子でコテンパンにやられるがいい。怖い人たちの元へレッツゴー。どうも、お久しぶりです。お、なんかしてる。ボス、ボスなん。赤字でいいやん。今、すべてが終わり、そしてすべてが始まる。この赤い鎖を使い、異次元の扉を開いてやる。いや、やめるんだ。そして、私のために、その力を使い、空間を司る、神話のポケモン、パルキアよ。来てやー。パルキアの存在、今思い出したっちゅね。うおぉ、やめとけー、後悔することになるぞ。よくわかんないけど。うおぉ、いやー、うわー、これで全てが破壊される。全てがなくなり、争いもなくなる。このなんとか、こじれてく空間、私にしか止められない。止めてよ、止めてください。やばい、空の色激ヤバ。これが神話を生み出した、神話に残っているポケモン、空間の神、パルキア様のおなり。今の世界を私が望む究極の世界にするより、新しい世界を作り出す。そして私はその世界の神となる。ファッハ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 。やばそうじゃね。ちょっと失礼します。バレたか、キレすぎ。そんなに急がないでボスと戦いたい気持ち、なんとなくわかるけど、最近私が計算してもらうわ。あなたには今まで散々ご計算してきたして、その次は私。あなた強いかもしれないけど、私たちも本気ですよ。ダブルバトル、あっ、ダッシャブー、ダッシャブきたー。待っててんだよ、俺がいないのに勝手に面白そうなことは初めて。誰かと思えば、エイチコで泣いてた男の子じゃない。ちょうど強くなったの。いいわ、2対2で戦いましょう。トシノブとの激エモ対戦、来てやー。行くぜ。で、どう見ない兄弟。オッケーオッケー。え、トシノブゴンベなんか持ってた？トシノブが成長し、強えじゃん。さあ、僕はどうしようかね。ポケモン変えちゃおう。失礼します。ギャロップで。年のバターは任した。ティッピゲイシ。俺？俺？おい、やめたってくれ。リフレクターか。相手はリフレクター。物理チェック。いけ！文字？トシノブ、もっとバーンってさ、なんかいい感じのやつお願いしますよ。なんか一発 KO すると思ってたんですけど、怪しい光？俺？俺ですか？ちょっとやば、強っ。トシノブ油断すんなよ。おい、俺じゃないやん。いいよ。なんかトシノブ
ちょっと頼ますわ。うん、頼むギャロップ目を覚まして。よっしゃ、まずは一勝。はは、ドミラお疲れ様。しっぺ返し。あーはー、かわいそうに。頑張れ。まあまあね、相性がいいからいいんだけどね。スカタンク、俺の苦手なスカタンクちゃんじゃないな。それじゃあ効果抜群のドミラに行きますけど、頼む目を覚ましてくれ。いやー、これ本当に結構食らうね、自分の攻撃だからかな。あ、よし、2人ともに来るのこれ、参ったね。やばいよ、やばい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 。ゴンベもなかなかやってくれるね、銀河団。ゴンベ頼むよ、いけ、しっかりね。やばい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 、はい、やばいよ、いっけ、よっしゃ。早いのよ、やめて。おーれ、参りましたね、結構やってくれますね。やめて、俺お、ゴンベゴンベ頼む。まずいぞまずいぞまずいぞ、どうしよう。はあ、頼む、行ってきてくれ。まずいぞ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 、バックアウト。ゴンベ頑張れ、やばいべ。あれ、ゴンベじゃね。うわー、おー、いけ、せめて倒してあいつを。やばやば、結構やば。トシノブファイト、トシノブムクホークになってんじゃん。いいやんいいやん、トシノブやばいぞ。トシノブ、お前チャンピオンになるんだろ、もっと強くあれよ。じゃあ僕はスカタンクの方行くんで、ドーミラーは頼む。オッケー、ナイスナイス、トシノブフォー、イエー、ナイス、トシノブ行くぜ。バブルコースで頼む、くらえ。あ、結構強いんだね君たち。まあ僕にはあんまりね、火炎放射効かないからいいんです。あー、やけどしちゃう感じ。やけどって治るっけ、厄介ですね。やけどって治るっけ。あーあーあー、うんうんうん、どっちよ、結構強いね。えよかった、ブニャットの方に攻撃しないで。いけ、おい、バブルコース戦。おいっす。は、はい、はいと。はい、はいと。そう、ムカつく。まあ、これは僕にしてくれていいよ。でも、やけどしたのはちょっとな。ちょっと残念ですね。いや、あ、ねえ、その穴を掘るをさ、ムックホークにやってくんない？来たわ。ダメだったわ。まあ、そりゃそうですよね。インファイトよろしく。お、ナイス、トシノブ、いいじゃん、トシノブやるじゃん。僕も鳥さんが欲しくなってきました。イケスカンの、イケスカンの、
これ倒れてくれないんだよね。そうなんだよね。ゲップちょっとやーね、これ僕ちょっとやーね。でも一回倒しておきたいんです、僕は。いや、潜られたら怖いから。お、やるじゃん。え、あ、先生の爪ね。行け。でも電光石火で先生の爪ってどうない。あー、ムクホーク、かわいそうに。よしよし、いいぞ。虫かかり、おもう。あー、おっちゃー、ウェイス、まだいるね、この感じ。キャー、ゴルバット、ゴルバット、ゴルバット、キャッシ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 ャッ。うわうわ、いけ、はい、独特の牙、俺はやめてくれ。あー、ムクホークちゃん、ヘドロ爆弾、俺やめて、毒にはならない。よっしゃ、フイゼル、まあいいでしょう。え、フイゼルは進化してないの。うん、まあまあまあ、クラエスパーク、オッケー。あ、こっちになんでやっちゃったんだろうね。ね、そうだよね、間違えたよね。尻尾振ってる場合か。本当に振ってた。いやー、どこどこの島、結構効くね。あはー、かわいそうに、年の分気の毒。さあ、次のレントローでやっちゃうぜ。いけしょー、いい子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 しょーしょー、これなら私一人で戦えばよかった。やば、ぬかまれ、ふん、強くなったよね。ガキのボスにはかなわない。こっちの人の方が好き。へっ、俺のポケモン強いだろ。やっぱ思わなかったかな。俺も強くなれるんだよ。とはいえ、今、これが限界か。いやー、ともうちょっと残ってるって。はぁ、トシノブ大感謝。ポケモンありがとう。おい、そういや、あとは任せるからだ。トシノブ行かないな。やべえ、こっち見てる。やばい、パルキアやばいかもしんない。やばい、おぉ、パルキア、これは。あかりもびっくり。美しい、素晴らしい、美しい、まさに新しい銀河の宇宙の誕生だ。わろて、なんだ、やばい予感してるぞ。はっ、ヒュクシー、ユークシーも黙っちゃいれないってよ。エムリット、アグダム、おいおい、一体何が起こるっていうの。バルキアの上で回ります。おお、解除した何かしらを。アカリマジビビってんじゃん。消えたんだが、泣いてんじゃん。かわいすぎ、消えた、ありがとう的なやつ。やばい、赤にガチビビリしてる。赤い鎖が崩れなくなってしまった。それになぜシンジ君のポケモンエブリットがお前のそばに現れる。いや、それよりもだ、銀河が、銀河が消えただと。許す、あの三匹もう一度捕らえ、赤い鎖を作り出してやる。その前にお前を叩き止めさ。
いや、めっちゃ見てる。お、俺なんもしてないです、僕。僕なんもしてないです。すいません、僕なんもしてなかったやつですよね、今。僕なんもしてなかったっすよ。見てました？やばい、やばい。やばい。ドンカラス。かっけえ。ドンカラス、シンプルカラスの鳴き声。やばい、やばい。やばい、すごい作戦期待されてる。俺のすごい作戦見せてやるぜ。レトロに帰る。真顔だったわ、さすがに。エンペルトもさすがに真顔でした。いやね、ドンカラスめっちゃ好きなんだが。だから背景豪華やて。いや、いや、あんまり笑ってられないっすね。バズったな。よし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 、いい子だ、いい子だ、君は偉い。すごいカラス、ギャルドス。よっしゃ、あかぎっち、ひんこい、いくぜ。スパー、え、何？どういうこと？なんか食べた？今先になんか食べてた？何食べたの？え、なんか先食べ、え、すげえ。ちょっと後で調べるけど、先食べてたね、さっきなんか。おいおい、なんかやだね、その身を持ってるやつ。まあこっちも持てばいいって話なんだけど。マニューラちゃんなら、ギャロップちゃんの出番でちゅ、いけらっちゃいまち。いてよね、ギャロップ。よっしゃ、マニューラのレベルは？かわいい。やばい、レベルだけで言うと負けている。そんな時代が来たか。はい、冷め、はい、冷め、はい、冷めました、はい、冷めました。はあ、怖っ。はあ、怖い、本当にやばいかも。おい、やばいな、マジでやばいな、やばいな、マジでやばいな、マジでやばいな、マジでやばいな、頼む。よっしゃ、ウェイス。怖かった。穴を掘るは先に攻撃するやつなんかな。誰、クロバット。オッケー、いいな、クロバット持ってるの。でもレントラー結構いってもうてんな、 HP。 お願い、レントラちゃん頑張ってください、頼む。ここまで私を追い込んだこと、これは認めてやろう。目怖いのよ君。ひゃーなんかわいい、欲しい。ちょっとでかいね、クロバットってこんなでかいんだ。行くぞ、俺たちの本心のスパーク。やばい、あー怖い、もう早いんだね。あくそー、クリアピー。なんかどうせ薬とか使うんだろお前。わ、まさかまさか、私が待てるかもだと。真顔で焦りて、ほら、キモいこと知るよね、知ってた。俺、このパターン何回か経験してるから、知ってたんですわ。はい。おい、なんか、あんま、なんかね、さっきより聞かなかったね。なんでだろうね。くらえ！だから、1ポケモンは1回復でお願いしますね。そこんところよろしくお願いしますよ。エイス。しゃーしゃー、認めるか。神話の力を。従えたのではなく、我が物としたというのに。ああ、パルキは俺の力だって言いたいそうです。負け惜しみ、聞こっか。お前にとって本当の究極とは何だ。あんまりそんなこと普段考えてないです。
本当に美しく輝く幸せを知ってるのか。さすがにまだ知らないかと。まあいい、いずれ私はいつか必ず神となってみせる。無理だね。そして究極のものを自分のものとしてやる。なんか第一印象と違いますわ。え、なんかバルキアと二人きり気まず。パルキアとの二人きり気まず。いや、なんかだ、目開けたら誰かいた。ちょっとごめん、見てなかった。おお、空間の神、いや神、パルキアが怒っているのか悲しんでいるのか、ただ私にはソイヤを待っているように見える。ほんまけ？何を試そうというのか。行け、ソイヤ。パルキアと向き合うのだ。ちょ、気まずいっす。その心の声を聞け。思いを確かめろ。そうすれば赤い鎖に無理やり呼び出され力を使わされたパルキアの暴走も止まる。あんま暴走してないからそのままでも大丈夫だったりしませんかね。なんだかそう思えるのだ。まあ何仲間とかそういうんだったら。あ、マジ年のもなった。そういうと信じてるって。お前なら大丈夫だからって。僕も同じ。だからあのポケモン助けてよ。銀河団に無理やり呼び出され苦しんでるポケモン。あんま苦しんでるように見えへんねんな。えっとか言ってたらさ、かわいそうって、なんかかね、かわいそうって思うかもしれないけど、割とこっちめちゃくちゃ見てんだよね。何したらいい感じ。え、捕まえるのかな。え、ちょ怖いんだけど。ちょっと失礼します。どうもどうも、こんにちは。